こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、本日発売のこちらになります。プラレール成田エクスプレス専用連結仕様です。で、こちらなんといってもこれですよね。ネックス同士を連結して遊ぼうということで連結器がついたみたいです。ちょっとね、気をつけたいのが、この連結器、新しいタイプの連結器になってます。一応ここ読んどきます。専用連結車両は1両のみ入っています。マグネットを使用した連結仕様の車両とは連結できません、ということで、昔のタイプの連結とはちょっと連結できないということになってるみたいです。と言いつつもね、一応なんか一回実験したな、全く走れないっていうわけじゃないですよ。うまくくっつければあるって、いやでも無理だったかな。ちょっと前どうだったんですかね。一応前の動画ここに貼れるようだったら貼っときます。いけたかどうかちょっと忘れちゃいました。ちょっとは走ったような気はしたんですけど、ゆっくりな速度だったら。はい、と今回ね、連結しても走らせたいので、昔紹介した同じ連結仕様の東武リバティ、こちらとパンダ黒潮アドベンチャートレイン、あとね、こちらの2つとも連結して走らせてみたいなと思います。で、ちょっとこれだと数的にね、ちょっと中途半端なので、もう1個欲しいなと思ってたら、ちょうどね、私のお友達がこれ持ってきてくれました。最近アドベンチャーワールドの方に遊びに行った時にお土産で買ってきてくれたものになります。ありがとうございます。ということで、こちらを使って後でね、この4台走らせてみたいと思います。ということでね、詳しく紹介していきたいと思います。で、ちなみに価格なんですけど、今回はね、エディオンの方で税込み1900円です。まあ、連結仕様なんで、ちょっと普通のプラレールよりは若干ね、高めになってる感じです。ということで、中はこんな感じに、そしてプラレッシャーカードです。では、読んでいきます。成田エクスプレス。成田エクスプレスは横浜方面、新宿、池袋方面から成田空港間を結ぶ特急列車の名称です。成田空港から東京駅の区間では別方面の列車が連結して運行されています。頭文字を取ってネックスと略されることもあります。営業運転時の最高速度は130キロです。はい、ではですね、先頭車から見ていきます。先頭車はこんな感じになってます。で、こちらなんですけど、これしっかりとプリントされてます。そしてね、すごく艶やかな光沢のある塗装になってます。で、あとこちらなんですけど、これはシールです。で、こうで、こうですね。あー、いや、すごい綺麗ですね。この赤色の発色めちゃめちゃいいんですよ。で、前フロントマスクかっこいいですよね。そして裏はこんな感じになってます。いやー、かっこいいですね。前のこれもね、多分全部ね、プリントされてます。ちょっと最近老眼でよく見えてないけど、ちょっと話します。違う。ごめんなさい。これね、シールです。なんかパッと見分かんなかったんですけど、綺麗に貼られてるんで。自然地を、あ、なんか違う、フレームが違う。そしてこのフレーム軽い。え、めっちゃ軽いっす。全然違います。まずは形なんですけど、こちらが新しい方のシャーシーになります。と、まあこんな感じで、これもう全然変わってます。これはあれですよね、フロントにまあ、エンジンじゃないけど、まあ、モーターがついてて、まあ、リア駆動っていう FR ですよね。俗に言う FR で、こちらなんですけど、まあ、車で言ったらこれ RR ですよね。ポルシェっていうかね、すんごい後ろが重たいんですよ。まあ、とりあえずね、電池入れます。で、電池は炭酸電池になります。あ、すいません、ちょ、もう一回回します。はい、あ、ちょっと待って、これスイッチが微妙。
待って。あ、スイッチちょっと微妙っすね。ちょっとこの切り替えがなんかね、若干ちょっとしにくいような気がします。後で気づいたんですけど、このシャーシはワンスピード車両です。スイッチはオンとオフしかありません。ボディにあるハイは2スピードシャーシに乗せ替えた時に使用するそうです。あのスイッチの違和感は切り替えがなかった違和感だということですね。まあなんと紛らわしい。次回一回ちょっとバラしてみたい。では中間車いきます。中間車はこんな感じになってます。で上がこうで、こちらのパンタグラフ、これちゃんと色塗られてますね。そして裏がこうなってます。はい、では最後はこちら後備車になります。ここちょっと出しちゃいましょうか。いきますよ。ははへぇ、こんな感じで、おー、かっこいいっすね。よいしょ。ちなみに、ちょっと、この顔の部分比べると、やっぱだいぶちょっとね、かなりここ大きくなってますね。ここから見ると、こんな感じで。いやー、いいっすね。はい。横の姿は先頭車と、このシールの部分とかこの成形は変わるんですけど、まあ似たような、そうですよね、似たような感じで、だいぶちょっとこう変わっちゃいますけど、まあでもかっこいいっすよね。だって組み立てるとこんな感じでやっぱかっこいいっすね。すごいな。やっぱ成田エクスプレスってかっこいい。ではですね、まずはコースを作って単体で走らせてみたいと思います。こんなコースを作ってみました。ではこれで走らせてみたいと思います。はい、めっちゃかっこいい。ではこちら切り替えます。よいしょ。では頭部リバディと連結してみたいと思います。連結機オープン。そして頭部リバティもオープン。カシャン、あれこのカシャンいかなかったんですかね。もう一回いきます。カシャン、いきますよ。ガシャン、あ、いけた。ではこれでいきたいと思います。お、はあ、では次はパンダクロシオも一緒に走らせてみたいと思います。ということでパンダクロシオ連結いきます。ガシャンと、そしてガシャンと、ここのままいきます。あれ、パンダクロシオの方からいきます。
はい、そしてよし、ということで今回はこちらの成田エクスプレス専用連結仕様を紹介してみました。まあ形自体は非常にかっこいいし、塗装もねすっごく綺麗だし、まあ残念なのがこれねスピード切り替えできないっていうのは残念なんですけど、まあ常時石原基本はハイスピードしか使わないので、まあこれはこれでありかなという、ありじゃないかありじゃないかな、いやまあありかなという感じです。そして、まあ、近いうちに、これの、いや、ほんとね、近いうちにも何も多分今晩バラすんじゃないかなと思ってます。ちょっと夜な夜なね、ちょっと分解して、モーター交換までしてみたいなと思います。なんかね、ちょっと走らせてみた感じだと、これね、この、これなんですよ。このカチカチってなるのが2スピードタイプよりも強いような、強いっていうか、これはジョージ石原にとっては嬉しいというですよね。これだったらすぐねカチャカチャってなっちゃうんですけど、強いパワーのモーターにもこれ耐えられるような感じするんですよ。結構こうやったら普通カチカチカチってなるじゃないですか。それが結構ね強めなんですよね。これはひょっとしたらジョージ石原5度2のシャーシになってるんじゃないかなとちょっと思ってます。はい、という感じです。ありがとうございました。